どうも、カタムスです。どうも。僕たちはですね、12月3日リリースの生きてというニューシングルについて説明をします。はい、はい、どうぞ。説明、はい、この曲、シングルは結構久しぶりですよね。あ、確かに。そう、今配信主流のこの時代。そうだね、うん、そんな中、満を持しての CD をっていうか、はい、すごい力強い曲になりましたよね。力強い曲になったので、うん、あ、あと、うん、今回のシングルはあのカップリングもあるっていうこと。シングルで毎回シングルある、はい、2曲目にはマスクっていう曲、はい、昔シングルで出した曲なんですけど、うんうん、それを今ライブで、アレンジを変えてやってるんですけども、その、はい、つまりライブバージョン、そうね、ライブアレンジで、はい、スタジオ入って、撮ってみましたんで、はい、そちらも結構ね、これまたいい感じに仕上がってるんで、うん、原曲とまた違った雰囲気だよね、うん、はい、はい、で3曲目には、インストゥルメンタル、はい、そうですね、はい、インストゥルメンタル、これは僕の声が入ってないバージョンで、 そうですね、それをミュートしてそれで流し込んだって感じですね。はいはい、そうですね、そっちのバージョンも入ってるんで、この3バージョン、うん、はい、シングル3曲聴いてもらえたらと思います。はい、そして、はい、初回版、初回生産限定版には、はい、特典の DVD がつくってことで、 DVD が、うん、内容8月24日にやった、僕らのデビュー記念日にやったスタジオライブの模様を、はい、あれ収録、うん、等身大、手紙返信、フライフィッシュ、はい、3曲、はい、スタジオライブ。他にもあるんですか？あとはね、ひな夢の PV 撮った時のオフショット映像が入ってます。なるほど、魅力さ、それ、うん、それ、あ、生きての PV は入らない。入らない。入らないけど。それまた残念。入らない。残念ってか残念。残念じゃない。残念だよ。また次の時にやるので。はい、盛りだくさんのシングルになっていますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、以上、アクアタイムズでした。